飯沢氏は、日本の劇作家、演出家、小説家。父の転勤先の和歌山市で生まれ、愛媛県松山市を経て、東京小石川原町安鴨に育つ。本名は、飯沢治で、警視総監、貴族院議員、台湾総督を歴任した、官僚政治家、飯沢拓雄の次男。母は、色川舞隊の親戚の色川家の人で、飯沢と色川は、 高祖父が同じ関係になる。母方の祖父の色川三郎兵衛は衆院議員。父方のおじの伊沢修司は文部官僚で喫音強制教育に貢献した。湯本武彦は義理の叔父にあたる。1922年東京高等支配学校付属小学校を卒業。在学中は算術が苦手で家庭教師をつけられたが成績不良であった。 同年、武蔵高等学校尋常科に、第一期生として入学。やはり数学が苦手で落第を経験。落第後の同級生に、黒金休みがいた。1925年、尋常科3年の時発病し、サナトリウムに入院、1926年までを過ごす。1928年、学校嫌いのため、高等科1年の時武蔵高等学校を退学。 同年、文化学院美術科に入学。1932年、文化学院美術科を卒業し、専修科に進む。1933年、東京朝日新聞社入社。在学中から長岡照子、森正幸、金杉淳郎らのテアトルコメディに参加。1932年に、劇、藤原閣下の演技服で劇作家デビュー。 イーザー・タダという筆名は、朝日新聞社在職中、上司に隠れて、NHK ラジオのために台本を書いた際、アルバイトが露見しないよう NHK の担当者に、印刷しては別人に見え、アナウンサーが発音すると、本名のように聞こえるという名を考えてくださいと、頼んだところ勝手に命名されたものである。戦後、婦人朝日、朝日グラフ編集長を務める。 1954年退社。1943年再開で NHK ラジオ賞。1944年長寿合戦を初演。1954年文学座初演の2号で第1回。岸田演劇賞。ヘンゼルとグレーテルで産経児童出版文化賞。1957年 NHK 放送文化賞。1968年5人の もよので、読売文学賞、1969年、みんなの代わりで、埼玉隆二曲賞、1970年、もう一人の人で、小野宮吉二曲平和賞、1973年、木の国屋演劇賞受賞、1979年、夜の笑いの脚本、演出で毎日芸術賞、1983年日本、芸術院会員。 飯沢ただし喜劇全集全六巻がある。政治風刺激のほか、NHK の子供番組の脚本で知られた。岩崎千尋絵本美術館初代館長でもある。黒柳哲子とは、ヤンボウ忍亡とんぼウ以来指定関係にあり、ラジオテレビ、舞台と多くの作品で共演し、極めて親密な関係であった。飯沢が亡くなって久しい今でも、黒柳は、飯沢のことを話す際は常に、 敬語で、死母の念を込めて話している。ほかほか、ありがとうございます。